ヤンベル人の生誕記念ギッテヤン・カルロビチ・ベルジンは、ソ連共産党の活動家並びに、政治家、軍人、諜報員、強制収容所の創設者、二等軍政治委員。民族名は、ヤーニス・ベールジン種であり、本名は、ベーテリス・キュージス・ペイタース・スクージズ・ゼー。ラトビア人。リフリアント・ケング・スタフスベルク地方の小作人一家に、生まれる。1905年。 ロシア社会民主労働党に入党。1905年から1907年の革命に参加。1907年、警察観察外の罪で逮捕され、この件に対して、懲役8年を言い渡されるも、1909年に、釈放。1911年、再逮捕され、イルクーツクに送られたが脱走した。第一次世界大戦開始ともに軍に召集されたが、脱走し、 ペトログラードの工場に入った。1917年、ロシア社会民主労働党ブイボルグ及び、ペトログラード委員会委員。同年12月から、ロシアソビエト連邦社会主義共和国の内務、人民委員部で働き、レーニンと政府閣僚の個人敬語を指揮した。1919年1月から5月、ソビエトラトビアの副内務人民委員。 1919年から1920年、第15軍特別化を指揮。1920年12月、老能赤軍情報局の仕事に移り、課長、副局長となった。1924年3月から1935年4月まで、老能赤軍参謀本部第4局長として、軍情報機関の基礎を作った。特に彼の在任時、 リハルト・ゾルゲやレオポルド・トレッペル等の優秀な、諜報員が採用された。1932年、極東の強制収容所領域の初代所長を兼任。1935年4月から1936年6月まで、独立赤旗極東軍副司令官。1936年、スペインの共和国軍の主任軍事顧問に任命される。1937年7月、 ソ連に帰国し、再び情報局長となった。しかし、当時のソ連は大粛清の最中にあり、情報機関員も例外ではなかった。ベルジンは1937年11月27日に逮捕され、1938年7月29日に死刑を言い渡され、コムナルカ射撃場で銃殺された。1956年、名誉回復がなされた。 後に強制収容所の創設者であるとして、マガダムに記念碑が建てられたが、1991年に撤去されている。ありがとうございます。